書いたやつを紹介します。ほら、またこんなのを書いてみました。これはね、題名は星空。これも星空ですね。星空なんですけどね、その後ろに日記みたいに書いてて、逆さまになったら自分と会話しやすかった、自分と話しやすかった。その僕は逆さまになって物を考えるんですよ。その方がなんか集中できるから、集中できるからだろうな。なんか頭に血が昇るんですよ、逆さまになると。ほんとね、まあ、手を上に下にしてとかいう逆さまじゃなくて、あのベッドがあるじゃないですか。ベッドに寝そべって、でこのぐらいまで、あのベッドの端から出しちゃって下に向けるんですよ。そうするとね、頭に血が昇って、なんだか知んないけど集中できるんですよね。僕座禅行ったことがあるんですけど、その座禅、冬おすすめですよ。座禅は寒いとね、シンとするからね。暑いと眠くなっちゃったりする。寒い時の座禅行ったんですけどね、その、これはちょっと話ずれるんですけど、座禅行って、その、背筋ピンと伸ばして、若干下向きながら、こっちの方見ながら、ぼーっとするわけですよ。そうすると、その、座禅ってものは今を体験する。座禅で僕は今を体験したんですよ。今っていうものはもうみんな平等に今っていうものをぐーっと火花、あの花火の導火線みたいにチリ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 ってみんなそこの一点っていうものを共有してる。みんながその一点を共有してて、あの音が聞こえてきたんですよ。音、今っていう音、今っていうみんなの共有してる相和の音が聞こえてきて、今っていうものは常に動いていて、みんなで音を出してる。その音が、話が戻るんですけど、寝そべってるとその聞こえてくるんですよ。座禅の30分がベッドの上だと5分で済むんですよ。5分しか頭が持たないから、5分で何とかしなきゃいけない、今っていう音を聞かなきゃいけないっていう、そのね、無理くりなやり方なんだけど、でも何とかなるんですよ。だからね、僕はあのいつもあのベッドの上で頭になって今っていう音を聞いて、自分っていうものが熱っ、直感的に何を求めているのかっていうのをやれるのが好きだな。